じゃあまずということで、僕の大好きな細場くんはやっぱスティックです。細場さんはこの方です。この方です。この帽子かぶってる方ね。それは違う。違うか。はい、細場ゆうきさん、はい、じゃあ細場さんをちょっとみんなで見たいな。来たかな。来た。あ、来た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 。生存って、ね、リストを見る。はい、リストを見ればいいのこれ。あ、はい、はい、来た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 。はい、じゃあここからそうです、ね、本題に入ります。じゃあ、はい、じゃあまずリング見ますか、アナノ君。はい、よし、すいません、はい、遅くなりました。あ、いいね、いいね、お待ちしてました。こっちが先に始めちゃったから。じゃあまずリングです。はい、あ、やば、いいですか。はい、これでいいですか。どうでした？やっぱ僕たち的にあれだね、もう大きい体だった。ますます生きる長い足がすごくよかった。ああ、ああ、ああ、なのでいなくなっちゃいました。でも今改めて見たけども、やっぱ本当にこのなんていうの、長大きな体がますます生きるような、うん、ね、長い線があるよね、足の。ね、長いね、とにかく。とにかくスタイルが深くて長くて、でどこも伸びやかで。ねえ。じゃあ、奈良くんが帰ってくる前に。ね、はい、じゃあ、もう一個。和也くん。どうでした？細場さん。和也くんって？ああ、来た来た来た。はい、吉村和也くんです。期待してるよ。こういう演技ができるような気がしますよね。いいしますね。ねえ、細場。本当に。結構細場さん、カズヤ君来た。あ、来ました来ました。はいよ。はい。あ、ヤラさん。あ、初めて見ました。あ、本当本当そうかもしれない。いや、これ僕の高さの。あ、そうかも。もともとはでもこれがユニフォームだった。そうです。僕たちユニフォームです。もう僕からすれば懐かしいって感じですね。あ、そうだよね。そうだよね。これをずっと。そうですよね。はい、じゃあ次の演技見ましょうか。いや、まだまだ喋らせてあげないと。あ、そっか。はい、いや、もうやっぱり僕的にリング何が惚れたって、その、おそばさん音ハメがやっぱすごい上手いんですよ。で、なおかつやっぱ元からある体の大きさを最大限に活かせてるっていうので、多分そういったところで僕めっちゃ惹かれたんですよ。で、そう、あれってやっぱり元から体のでかい人じゃないと、できないことなんで、僕にできないところっていう部分での憧れだと思うんですね。なるほどね。体が大きくて線も綺麗で、そうなんですよ。キレが、なんかいそうだね、来年1年生にもそんな人が。いや、僕はもうそれこそ恵庭の吉村和也くんが、そう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 。ですよね。ね、あの手足の長さが。楽しみですね。楽しみですね。そうですね。期待してみようって、ね、はい、はい、じゃあもう一個見ようか。じゃあもう一つ、はい、じゃあスティック見ていい？あ、もう全然、うん、鼻あ、いいですね。これでは誰だっていいのか言って、行こう。あ、
ここここ。あらららあらららあらら。今戻って戻って。あ、それか。はい。この鼻。これ鼻だね。はい。鼻はですね、やっぱりもう最初のもう曲自体がもうまず声から入るってとこがすごい。何これって感じですよね。もう。シャゼンクス胸が開く。いやすごいでかいな。ここかっこいいですよね。本当だ。泣けるな、やっぱり。こんにちは。こんにちは。こんにちは。で、ここのジャンプが。ああ。流れが。このカードの大きさであんな流れの良さ見せられたらかっこいいしかいないっすよ。このラストに掴みに行く。いやすごい。すごい。いつ見ても惚れ惚れしますね。本当ですね。本当にこれここで止めとこうか。ね。いやー素敵ですね。素敵でした。アシノさんありがとうございます。あのさね、こうやってさ、あの一般ファンの人でもみんなでワイワイしたいので、誰かを連れてきて。誰かご紹介を。そう、ご紹介を。キャミちゃんとか。そうですね、やっぱり一番名前出てくるのそこじゃないですか。いろいろあの選手だけじゃなく、まあ、選手のね声もね聞けるのもいいし、選手が僕たちみたいなねワイワイ言ってるの聞くともしかしたら楽しいかもしれないので、はい、うん、やっぱ保護者とかね、ファンの感想とかね、うん、いろんな層の人の意見が重なるといいかなって思ってます。またそうですね、語りたい方はあるにご連絡ください。はい、あの顔出しじゃなくていいので。あ、そう、こんな感じで。こんな感じで。私顔出せばいいのにねみたいな。いやちょっと顔出し NG でさ、自分のとこはどうか。あ、そうだよね。ずるいよねあれね。出してたよね。あれいかなねことか。大会。そうですね。さすがにちょっと恥ずかしくなっちゃいますね。まあでもこんな感じで短い時間でね、あのみんなでワイワイ騒ぐと楽しいと思ってますので、長くもまた、はい、声かけてもらう、はい、あの中継でもいいからぜひ行ってください。ありがとうございます。夜この辺りの時間空いてるときはぜひまた、ね、はい、高倉さんにも言っといて出てよって伊藤新人とかね、あのモレンジャーモレンジャー出てください。はい、じゃあちょっと今日はこんなところで、はい、はい、またぜひ来てください。みんなで騒ぎましょう。はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。あ、もう手だけ出たよ。恥ずかしいんですよ、今日はちょっと。はい。あ、そうなんですね。いや、で、前はお試しやったからそんなに人来なかったじゃないですか。うん、みんなやるって分かってから、ちょっと結構いろんな人来るようになったから、ちょっと恥ずかしいんですよ。大丈夫大丈夫、もう僕たちは防波堤になるから。もうネットスタート怖いもんね。ないないない。はい。じゃあまたよろしく。また、はい、また明日も待ってます。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。あと。はい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 。というような形で皆さんでワイワイやりたいと思ってますので、ぜひ、ね、
投げかけるので皆さんも出てくださいお願いします、はい、でそれ明日明後日明後日は佐久本さんですね、はい、皆さんなんか質問とかあればお寄せくださいはい、はいはい、それでは今日はこの辺でさようなら。ありがとう、ハートがいっぱい。あ、ふみこさんもありがとうございます。